こんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはダウンジャケットです。はい、ブランドのギャップです。素材はですね、ポリエステルです。表地がポリエステル 100%、 詰め物が 80% ダウン、 20% フェザー、そうですね。裏地はですね、表地、ごめんなさい、表地 62% 綿で 38% がポリエステル、裏地が 100% ポリエステルでした。表綿が入ってますね。はい、お洗濯表示はドライクリーニングがダメで水洗いになっております。シミはですね、大きく目立つのがここです。この白いシミ、非常に目立つところ、お腹のところにね、シミがついていて、こっちにもありますし、こっちにもありますし、ちょっとね、何がついたのかわからないというふうなことでございました。ここの袖のところをね、見ていただくと、ちょっと大きくして見ていただきたいんですけど、綿素材が混紡されているダウンジャケットはシャカシャカするそのナイロンとかそういったものと一番違う点として、こうやってしらけてくるんですよ。すれの多いところね、すれの多いところにこういうしらけが出てきます。つまり擦るすれによってこうやって色が変化してくるわけですよ。このシミの部分を取ろうとして、物理的なシミ抜きとして擦る、揉む、叩くといったね、ことをしてしまうと、シミも変化すると同時に地色まで変化してしまう可能性がある、そういった素材でございます。そういったことを認識してですね、できれば科学的にシミを落としたいなと、あまり擦らずに落としたいなというふうに思います。縫い目の厚手のところとかね、こういうポケットのところとか、うねうねとこう白っぽくなってくるのは自然な感じのエイジングなので何の違和感もないんですけど、そうじゃないところがしらけてしまうと、それはやっぱり気になるし目立つので、そうならないようにしたいと思います。まあ、着用に伴う自然な変化として袖とか襟とかにもだいぶ汚れはありますが、やっぱり何といっても気になるのはここでしょうね。ここのシミを、汚れをね、きれいにしたいと思います。はい、それでは仕上がり具合を見ていただきたいと思います。いい感じに綺麗になりましたね。この辺ですね、この辺に目立つ白いシミがあったんですけども、綺麗になくなっております。大丈夫ですね。全体処理、前処理をさせて、シミ抜きの前処理をしてから全体処理をすることによって、その前処理で、シミが落ちたわけではないんですけど、非常にシミが落ちやすくなってね、それで全体処理で、そうだな、8割ぐらいは綺麗になったんですけど、濃いシミが残っていたので、そこは部分的にシミ抜きをさせていただきました。そしてこんな風にね、綺麗にすることができた感じです。目立つその飲食に伴うシミだと思うんですけど、白いシミもそうですけど、あとは着用に伴う汚れですね、襟とか袖とか、そういったところの汚れも非常に綺麗になって清潔になっております。でまだまだそのシーズン途中ということで、通常であればですね、もしかしたら洗うタイミングじゃなかったのかもしれないんですけども、今回はそのすごく目立つシミがついてしまったということで、中間洗い、シーズンの途中で綺麗にしたというふうなことでございます。もしね、ここにシミがなかったら、今回まだ洗わないと、春になってからまだ着る服だからというふうなことかもしれないんですけど、でももしね、11月の後半ぐらいからずっと着続けていてね、毎日のように着て、2ヶ月3ヶ月と着てるのであれば、まだ春にはなりませんけども、冬の真っ只中ですけども、そんなにね、納期が長いわけではないですし、2日3日あればまたお渡しできますので、目で見て分かるような色の段差が出てきたり、かなり着てるなっていうふうに思ったらね、シーズンの途中であっても中間洗いしていただくのがよろしいんじゃないかなというふうに思います。ギャップのダウンのシミ抜きの事例でした。ご利用ありがとうございます。